はい、どうも霊夢です。良い子のみんな調子はどうよ。本日は再利用小型ロケットを開発しているアメリカの企業マステンスペースシステムズが月の着陸機の開発を目指した内容について授業していきます。垂直離着陸回数で世界最多を記録したゾンビーロケットなど、その技術力を詳しく見ていきましょう。宇宙にもっと詳しくなりたい人はスペースチャンネルに登録して霊夢先生の生徒になろう。授業の最後にはグッドコメント賞も紹介しますので、ぜひ最後までご視聴いただければ嬉しいです。マステンスペースシステムズは2004年に創設されたアメリカの航空宇宙メーカーです。2019年時点で全従業員は15名と非常に規模の小さい会社ではありますが、再利用可能な垂直離着陸ロケットの開発を行っています。社長のマステンさんは幼少の頃からロケットをこよなく愛しており、小学校の隣の空き地でモデルロケットを作っては飛ばしていたそうです。両親も学校を欠席させて NASA の打ち上げを見させるほどだったといいます。その後マステンさんはロケット工学を専攻しますが、すぐに大学を中退。ゼネラルモーターズなどで様々な企業で技術を学びました。そして2004年マステンスペースシステムズを設立したのです。まだ再利用ロケットは運用されていない時代ではありましたが、当初から垂直離着陸ロケットのコストパフォーマンスに目をつけ開発に専念していました。しかし何事もすぐにはうまくいきません。最初は制御プログラムのミスにより着陸どころか機体がぐるぐると回り始めたり、近所からエンジンの噴射音について苦情を言われていたりと散々だったようです。そして最初に開発されたのは2009年のゾンビーロケットです。再生冷却式のイソプロピルアルコール液体酸素ロケットエンジンを1機搭載し、約4キロニュートンで稼働しています。2009年に開催されたルナランダーチャレンジでは、離陸したロケットが直径10メートルの円の中に着陸する精度を競います。ゾンビーロケットはなんと16センチメートルの着陸精度を実証し第2位を獲得しています。ちなみに当時のスペース X のイーロン・マスク氏もかなりすごいとコメントしています。現在ではゾンビーロケットは垂直離着陸回数が227回と世界記録を持っているとのことです。ちなみになぜこのような名前にしたのか非常に気になりますよね。マステン社の従業員たちが好んで見ていたゾンビ映画にちなんで付けられたとのことです。結果として227回も蘇って飛行をしているので非常に合っている名前となりましたね。続いてマステン社は数週間後のルナランダーチャレンジレベル2に挑むこととなります。そのコンテストのためゾンビーロケットより大型でアルミフレームを搭載したゾイーロケットを開発しました。そしてコンテスト本番、ゾイーロケットは無事点火し指定された地点に見事着陸をしました。しかし次の瞬間ゾイーロケットのタンクが炎上してしまったのです。本コンテストは複数回の離着陸の平均精度で順位を競います。マステンさんたちは徹夜でタンクの漏接箇所を特定、修理を行い次の日の飛行に挑みました。そして結果は19センチメートルの着陸精度を達成し、なんと1位を獲得。マステン社がアメリカで有名になった瞬間でした。そして垂直離着陸ロケットの開発を続けるマステン社に2014年新たな追い風が吹きます。アメリカ軍が再使用可能なスペースプレーン XS-1 の開発契約を結ぶ企業の選考が始まったのです。 XS-1 は24時間に1回という短期間での再飛行やマスハ10の超音速飛行、1年で10回の飛行に対応することが求められており、頻繁な宇宙へのアクセスを実現することが目標とされていました。そして試作機設計の開発契約が3社と結ばれることとなります。大企業であるボーイング、ノースロップグラマン、そしてマステンスペースシステムズです。ついに大企業に名を連ねるほどまでに成長していたんですね。そして
2020年の初飛行を目指し、XS-1 の開発が続けられます。しかし2016年、アメリカ軍は3社の案のうち、ボーイングが提案するファントムエクスプレスを選定したことを発表します。マステン社は落選してしまったのです。ちなみに2020年、ボーイングは XS-1 の開発からの撤退を発表。計画は事実上打ち切られたこととなっています。無念に終わったマステン社ですが、続いては NASA の商業月面輸送サービス、クリスプへの応募に挑戦します。クリスプは民間企業と連携して、10kg の荷物を月面に輸送するプログラムであり、将来の民間月輸送サービスの構築を目指しています。そして2018年、NASA は9つの企業との契約締結を発表します。マステン社は、そのうちの1社に選ばれていたのです。マステン社が開発を始めたのは、月着陸機、ゼレーンです。このゼレーンは、マステン社が開発を続けてきた再使用型ロケットの飛行経験。実に、600回以上もの試験の集大成ともいえる着陸機となります。質量は約3トン、スペース X のロケットで打ち上げられる予定で、南極付近のハワースクレーターに着陸します。このミッションの目的は、月面組成、放射線環境などの評価、そして精密着陸技術のテストです。ゼレーンは、8つのペイロードを月面に運ぶことができ、ゼレーンのデッキの上下や、サイドパネルにもペイロードを取り付けることができるとのことで、月面や月周回軌道上でも放出することができます。月に着陸したゼレーンは、側面に取り付けられた太陽電池で発電をしながら、最大12日間月面で運用することができます。当初は、2021年に打ち上がることが予定されていましたが、コロナウイルスなどの影響により、2023年11月に打ち上げが延期しているとのことです。非常に楽しみですね。ゾンビロケットで培った着陸技術を、ぜひ月でも実証してほしいです。しかし、2022年9月、つい先月ですね。悲しいニュースが飛び込んできます。なんとマステン社は、破産の手続きを申請したとのことです。一体何があったのでしょうか。ニュースによると、マステン社は財政難に陥り、社員なども一時解雇を余儀なくされる状況であったとのことです。やはり宇宙ベンチャーは、生き残りが非常に難しい業界ですね。気になるゼレーンと商業月面輸送サービスの行方ですが、どうやらクリスプに選定されている、アストロボティック社がマステン社を買収するようです。しかし、ゼレーンの行方についてはまだ白紙のようです。マステン社のエンジニアがゾンビロケットのように復活し、ゼレーンの開発を継続するのか、それとも、アストロボティック社の着陸機が、代わりに月へ向かうのか、今後の動向にも大注目ですね。それでは、グッドコメント賞の紹介です。先日のエアロスパイクエンジンについての授業からです。のびドラえもんさんからで、このロケットは、スペースシャトルが好きな人が考案した、あるあるの非公式ロケットかと思いきや、公式だったのか、とのコメントです。自分も最初にベンチャースターを見たときは、すごい面白い形をしているなと思い、まさか本当に開発しようとしていたとは思ってもいなかったです。しかしさらに調べてみると、過去にもたくさんのユニークなスペースプレーンが開発されていたようです。今まで授業で取り上げたのは、ロシアのブランや中国のシェンロンなどですね。ご興味があればぜひご視聴ください。これからも、ユニークなスペースプレーンは授業でも取り上げていきますので、ぜひお楽しみに。それでは、本日の授業はここまで。ご視聴くださりありがとうございました。応援いただける方は、チャンネル登録、メンバーシップ登録、スーパーサンクスをお願いします。それではまた、次の動画でお会いしましょう。アディオス。